アップル iPad iPad Air iPad Air 2019年3月18日に発表された iPad Air はアップルが開発、販売しているタブレット型コンピュータで iPad Air シリーズとしては第3世代にあたる機種2019年3月18日に iPad Air の第3世代として発表され即日発売を開始した iPad Air に以来3年半ぶりの新モデルである CPU は iPhone XS と同様に Apple A12 Bionic を搭載している。画面は DC-IP3 対応の10.5インチとなって、第一世代の Apple Pencil に対応した。また、クレヨンにも対応している。10.5インチ iPad Pro と大きさが同じ筐体を採用しているが、10.5インチ iPad Pro で採用されたプロモーションテクノロジーは省略されている。 また、10.5インチ iPad Pro は1 2セルカメラを採用しているのに対して、当モデルは8メガピクセルカメラを搭載し、フラッシュや 4K 動画撮影は非搭載となっている。よって、カメラ部の出っ張りもなくなっている。10.5インチ iPad Pro にあった、本体上部のスピーカーは設置されていない。Wi-Fi は 802.11A, B, G, N, A, C。Ac ミモに対応し、最大 866Mbps である。LTE も広範囲な周波数帯に対応し、Wi-Fi、セルラーモデルはこれまでナノシムのみだったものが、この世代より SM にも対応となった。付属する USB 電源アダプタは 10W のものである。前年発売の12.9インチ iPad Pro や11インチ iPad プロで採用された USB タイプ C 端子の採用は見送られ、充電は従来モデルと同様、ライトニングケーブルを使用する。iPad Air 2や同時発売の iPad Mini と同様に、ホームボタンとイヤホンジャックのあるデザインで、タッチ ID を搭載している。iPad Air シリーズとして、初めてスマートキーボードに対応した。スマートキーボードは10.5インチ iPad Pro 用の、 物や iPad のものを使用できる。ありがとうございます。